悪魔の森の奥深く、一見何の変哲もない古い屋敷。だがその一室からは毎夜毎晩少女の悲鳴にも似た叫び声が聞こえるとか聞こえないとか。お前も蝋人形にしてやろうか。お前も蝋人形にしてやろうか。震えて眠れ明日はもうないさ。